こんにちは、井上です。今日は紙の手帳を使わない理由ということでお話しいたします。私は紙の手帳、紙の手帳って、デジタルの手帳があるかどうかって言うとちょっと変な表現かもしれませんけども、いわゆるその手帳を一切使っていないです。全てデジタルにしてます。でその理由としては、まずその手書きがめんどくさいっていうのがあります。手書きは、手書きの楽しさっていうのもあったり、手書きの味っていうのもあるはあるんですけども、効率っていうところから言うと手書きは私はなしかなと思います。でなぜなしかというと、効率化ってそのスピードを上げるわけなんですけども、スピードを上げて手書きでスピードを上げると通常字が崩れますよね。崩れない方もいらっしゃるかもしれませんけど、私の場合も本当に自分でも読めなくなるんで、その読めなくなるような字を書くっていう自分にちょっと落ち込んだりするんで、手書きは極力やらないようにはしてはいます。だから手帳だとその手書きになるわけで、その時間なりそれを早めようとしてその読めなくなってしまうというデメリットもあるということから、手書きは避けていると。で手帳もその理由で使っていないということにはなります。で手帳の中でその転記っていうのが出てくるかと思うんですよね。これやらない方法もあるのかなと思うんですけども、例えば月のカレンダーに予定を書いて、でそれを日のカレンダー、日のそれぞれの日のページになり週のページに移すと、それが私はめんどくさいかなと思います。そこめんどくさいんで、その日だけのページだけをページを使えばいいのかもしれませんけども、月でちょっと予定を俯瞰したいという時もあるんで、それがデジタルのカレンダーだったら自由にできるわけですよね。でそれを転記する必要も一切ないと。でこの効率化で転記っていうのも極力下げた方がいいかなと、書き写すってところですね。それをやってしまうと結構効率が落ちますんで、手間がかかってしまいますんで、それはやらない方がいいかなと。もちろんそのカレンダーに何かこの色をつけたりシールを貼ったりとか、それで楽しむっていうこともあるかと思いますんで、他のところで効率化してその非効率をあえて楽しむっていうのはありだと思います。だから手帳を持っちゃいけないというわけではなくて、手帳でもし時間がかかってるんだったらちょっと見直してもいいんではないかなという話ではあります。私も人から見るとめちゃくちゃ非効率なことやってますんで、これ YouTube だって非効率ですから、それは自分が効率化したいものを効率化して、非効率だけど時間かけないものにかけるというので、それぞれでいいんじゃないかなと思います。で手帳を使わない3つ目の理由としては、仮の予定とか入れにくいですよね。なんか紙の手帳って、その二重線で消したりとか、消しゴムで消したりとか、あとは今消えるボールペン、フリクションボールペンとかあるんで、それで消すとか、そういう方法もあるかもしれませんけども、ちょっと、綺麗ではなくなると。で気軽にその仮の予定なんかを入れられないと。これ Google カレンダーだと非常に楽に入れることができますんで、やっぱりデジタルのメリットっていうのはあるかなと思います。でその日ごとにそのメモを取る、これ4つ目の理由ではあるんですけども、メモを取るっていうのも、やっぱり手書きになってしまいますので、その物理的なものを物質を使うというところで私は効率的ではないかなと思ってやってはいないです。だからメモだったら今スマホとかタブレットとかで、パソコンなりでできますん でタイピングをいくら早くしても字は崩れませんので、やっぱりそういったメリットをデジタルに感じています。で5つ目としては、じゃあタスク管理ということで、今日やるべきことなんかを手帳でやるとどうかということで、それ以前私やってたんですけども、結構大変でしたね。それが大変で、例えば今日終わらなかったものを次の日に繰り越すということもやってたんですけども、それ自体がめんどくさくなって、でそのめんどくさくなると、そのタスクを思い切ってやろうと思っていることを書き出さないということにもなると思うんですよね。そうなってしまうとちょっと本末転倒ではありますので、今はデジタルで、Excel でタスク管理をするようにはしてはいます。そういったところが、デジタルならではのものであって、で最後の理由としては、その持ち歩かなきゃいけないですよね、手帳があると。で置き忘れるリスクがあるし、忘れるリスクもありますし、持っていくのを忘れるリスクもありますし、じゃあ今予定を
調整する、スケジュールを調整するっていう時に手帳が手元にないと取りに行かなきゃいけないとか、もしくは自宅に戻んなきゃいけない、オフィスに戻んなきゃいけないとかで、ちょっと今両手が塞がってるから、両手が塞がってたらスマホも見れませんけども、ちょっと今手帳がリュックに入ってるから取り出せないとか、なんかそういったデメリットもあるかと思うんです。だからそれがなくなるっていうのがデジタルのメリットではありますんで、まあ、パソコンでも、どのパソコンでも見ること、クラウドだとどのパソコンでも見ることができるし、でスマホでも見ることができるし、タブレットでも見ることができると、まあ、スマホをどっかに置き忘れてたら見れないわけなんですけども、でもスマホって大体持ち歩きますよね。でスマホ、手帳を持ち歩く場合はスマホを持ち歩かなきゃいけないと思うんですよ。で持ち物が1個増えるってことになるんで、それはそれで私は非効率かなとは思ってはいます。そんな理由で手帳を使っていません。でもう一つありますね。もう一つがその過去の手帳を見づらいっていうのがありますよね。じゃあ1年で1冊の手帳になったと、で1年で1冊の手帳になったんだけども、去年の手帳を見ようかと思ったらちょっと自宅に戻らないといけないとか、それを10年分持ち歩くってことはできないですよね。10年分はまだしも、まだ行かなくても3年分5年分持ち歩くということはできないと。ただそれがデジタルだったらできるわけですよね。10年前の今何をしてたかとかっていうのは、まあそれが必要あるかどうかっていうのはまた別の話なんですけども、それを見ることができると。でタスクなんかも いくらでも遡ることができるし、集計もすることができると、まあ、でメモもずっと置いておけるし、まあ、それを書き写すなんてこともしなくて済むというメリットはあります。まあ、そこも大きなメリット、デジタルのメリットで手帳を使わない理由にはなるかなと思うところです。でそういう私も独立当初2007年2008年頃はフランクリンプランナーとか能率手帳とかっていうのを使ってはいました。で それと比較してデジタルがのメリットデメリットを踏まえた上で今デジタルにしています。ですのでもし手帳をだけをお使いの方は一度デジタルも試してみていただくと、まあ、これどのくらい試すかっていうのは非常に難しい問題なんですよね。じゃあ1日だけ試してやっぱ紙の手帳がいいっていうのは、まあ、それは当然だと思いますんで、まあ、例えば1年ほど試していただくとかですね、並列で試してみていただくとか、まあ、最初のうちにデジタルの方がいいなと思ったらそこで切り替えるというのも手でしょうし、まあ、それも両方試してみた上で考えてみていただくといいのかなと思います。なお、まあ、その私としてもじゃあ久しぶりに手帳を試してみようかなとたまに思ったりはするんですけども、まあ、でもちょっと楽しいですよね。ブログとか SNS とかで手帳、今年の手帳を買いましたとかっていうのがあると、あいいなって、手帳を買うとこういう喜びもあるんだなとか思ったりはするんですけども、まあ、今のところは手帳を持たない方がいい理由の方が強いんで持たないようにしてます。訪日手帳とかちょっと一回使ってみようかなとか思ったりはしたりしてるんですけども、ただ私は個人的にその自分が書いたものが外に誰かに見られる可能性があるっていうのがすごく嫌なんですよね。まあ、別に手帳誰も見ないでしょうけども、落としたりじゃあ家の中に置いてたりしても気軽に見れるわけじゃないですか。まあ、別にその秘密のことを書くわけでもないですけども、まあ、全部が全部見られて困るものでもない、見られていいものでもないんで、まあ、お客様の機密情報もあるわけですから、まあ、そう考えるとその機密保持っていう意味でもデジタルがいいかなと。まあ、デジタルももちろん流出の可能性がゼロとは言えないんですけども、まあ、そのパスワード管理をきちんとしておき、まあ、その端末のロック端末の管理もきちんとしておけばその可能性というのは低くはなりますんで、紙の手帳の方が、紙の手帳でもなんかロックかけるのがあるかと思うんですけども、あとは金庫に必ず入れておくとか、まあ、そういったものもあるでしょうけども、ちょっとすぐ気軽に見られてしまうという可能性があるというのはもう手帳がを使わない理由でもあります。まあ、こんなところで、まあ、手帳を今使ってらっしゃる方でちょっとデジタルも気になる方は参考にしてみていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。